ハイゼットジャンボなのに一切触れずに終わろうとする矢野ちゃんにびっくりしてます。はい、どうもお車研究所カードクサービス働く車大好き伊尾明と、はい、軽トラの魅力に惑わされている矢野です。よろしくお願いします。さあ矢野ちゃん、今日は一体何のお車紹介でしょうか。本日はダイハツハイゼットエクストラのご紹介をしたいと思います。おー、すごい、めっちゃかっこいいですね、はい、さあ働く車という形なんですけれども、はい、今回は内装、外装と合わせて8個も魅力をご紹介したいと思います。そんなにてんこ盛りですね。そうなんですよ、勉強しました。ありがとうございます。それでは早速やっていきましょう。それでは早速なんですけど、はい、皆さん、こちらダイハツの、ハイゼット軽トラにはお車のボディ色が全部で、ね、7色あるんですよ。はい、標準ボディカラーがまず2色ですね、はい、ホワイトとブライトシルバーメタリック。そうです。カラーの選べるカラーバリエーションが5色いいですね。選べるカラーパックとして5色あるってことですね。そうなんですよ。そのうちの1台がこちら、オフカーキー、オフビートカーキーメタリック。そうです。いいですね。これは汚れが気にならない感じですね、うん、で色合い的にも、はい、こう形でもなんか強そうなイメージ。そうですね、うん、ガンガン傷気にしませんみたいなイメージですね。攻める色でしたね。そうですね。この選べるカラーパックを選ぶとどんな特典がついてくるんでしょうか。はい、特典がまず6つついてきますので、はい、そんなにですね。そうなんですよ、6つついてくるので、はい、そこをしっかりご紹介させてジャンボエクストラのいいところをお伝えしたいと思います。はい、早速その6つ紹介していただきましょう。はい、はい、では早速の1個目。それではまず1個目、はい、1つ目ですね、はい、はい、1つ目は、はい、トップシェードガラス。フロントガラスですね、トップシェードガラス、はい、はい、これは何がどう違うんですか。こちら正面からよりも横からちょっと見ていただきたいんですけど、はい、ガラスのグラデーション、はい、あ、こういうことですね、はい、ここからがスモーク張ってるような感じでグラデーションかかってる、はい、でさらにこのガラスには2個目のいいところも含まれてるんです。おー、2個、はい、2個目、わかりますか。はい、わかります。IR カットフィルム、いいですね、はい、こちら IR カットガラスでもう弾いてくれる感じですね。そうなんですよ、はい、なので今からの紫外線の厳しいのもガードしてくれる。うん、このいいですね。一つで2個もいいところが入ってます。これは残りが楽しみですね。はい、では次行ってみよう。早速角度変わって、はい、このドアミラー、はい、このドアミラーのカバー、はい、これはジャンボのエクストラとエクストラグレードには標準でもついてるっていう、このドアカバーがまず黒でついてくるので、カラードアミラー、はい、カラードアミラー、カラードドアミラーですね。ドが1個多いですね。ドア、はい、本来だとこう大体同色じゃないですか、はい、白だったら白みたいな形なんですけれども、うんうん、なんとブラックがついてくる。なのでもしジャンボで、はい、ブラックマイカーメタリックの色を選んだらもう黒黒黒黒ですね。それだとなんかちょっとありがたみが減っちゃう感じですね、個人的には。ですが、はい、もう一つ、はい、あのその時はアクセサリーカタログに載ってる、はい、メッキのドア、あるんですね、カバーがありますので、はい、ちょっとそこでアクセントつけてあげるとまた違ったおしゃれな感じになりますね。ます、はい、はい、ありがとうございます。まずこれが3つ目、はい、じゃあ次行ってみよう。では早速ヨウさん、はい、この手を隠しているこの中には、はい、ドアハンドルが隠れてます、はい、ドアハンドルってなんか軽トラ黒のプラスチックのイメージなんですか。そうですね、どっちかというと、うん、まあ、しかもさっきドアードカラー、どうぞ、カラードドアミラーがあったので、もちろん黒で来るパターン、来るパターンかなではなくと思いきや、思いきやじゃん、お、同色になるんですよ、ですね、はい、これはこれでなんかあの一体化してる部分で、はい、いいなと思うんですよ、はい、
まあ、黒でもいいかなと思うけど、はい、あえての同色、うん、いいですね、ここは、うん、こちらの方も黒と、はい、これが4つ目になります。ちょっと弱いですね、次楽しみにしてます。弱いよって思うんですけど、はい、じゃあ次行きましょう。はい、次行ってみよう。それではもう5個目です、はい、5個目、はい、5個目はこちら、こちらですね、はい、リアウィンドウガラスのスモーグッドガラスっていう、はい、やつなんですけど、ちょっと暗くなって、そう、なんか運転席とか中が反射してる部分もあるんですけど、うん、見えづらくなってるんですね。結構後ろからの、はい、あの中のプライバシーが守られてるなっていう個人的な意見なんですけど、はい、まあ、こういう風に少しあの中が見せたくないよっていう形で、まあ、でもあの見た目的にこのガラスの色だと、この色と、うん、シックな、はい、カーキとこの黒と、選ばなかったここは透明のガラスってことですかね。これはやっぱりジャンボエクストラとエクストラには標準でついて、そこからカラーバリエーションパックを選ぶとそれ以外のついてくるっていう、はい、そうですね、個人的に透明なガラスよりもこのスモークドガラスがいいですね。ですよね、はい、はい、もう次最後いきますよ、はい、では行ってみよう。次、最後の6つ目なんですけど、はい、室内ですね、はい、内装の室内の方になります。エアコンの空気孔を見てもらうと、はい、ちょっとおしゃれな雰囲気の、そうですね、この画面から始まった場合軽トラックとは正直思えないです ね、 ですね、ナビもついてますし、ここがなんとどう違うんですか。あの通常はもうこういうメッキもなくて、はい、ただのこの黒一色のやつなんですけど、はい、ちょっとこうエアコンの空気孔にこうシルバーシルバーになって、この左右動かすノブもシルバーメッキ、いいですね、はい、まあ、ちょっとこういうのもあの若干内装のアクセントのおしゃれとしては魅力的じゃないですか、うん、いいと思います、はい、で、なんと6個ご紹介し終わったんですけど、はい、この後おまけ2個ご紹介したいと思います、はい、行ってみよう。はい、おまけ編、はいおまけ編2個のうち1個パッと見て、はい、皆さん皆さん、このジャンボエクストラのお車なんですけど、はい、なんかカタログと違いません？そうですね、タイヤピンがちょっと違いますね、はい、お目が高いタイヤ、はい、ちょっと純正の鉄筋と違ってウィールになってるんですよ、はい、これ鉄筋のデザイン嫌よって言ってアクセサリーカタログでホイール好きな変更できるんですね。できるんです、選べるのはありがたいですね。そうなんです、もちろん純正でもいいですし、ちょっとおしゃれに乗ろうと思ったらあえてのアルミホイールと、そうです、そうです、はい、こういう風にカスタムができちゃうっていうところ、そうするとまた足元引き締まって、なんかおしゃれ感が一層出てきません？はい、出てくると思います。私嫌のはパッとこの車見た時、まあ、こう先にここに目が行ったっていうぐらいなんかインパクトがあったなって思う。はい、ありがとうございます、はい、じゃあおまけ2個目行ってみよう。はい、じゃあ室内に戻ってきましたね、はい、さんおまけの最後なんですけど、はい、これはちょっとあるところを開けてお、と思ったところなんですけど、はい、こちらダッシュボードグローブボックス、はい、開けると奥に、おー、見てください、ね、USB の充電のポートがここにできちゃうと、トラックだけれども、なんかすごいですね、これはなんかイメージ的にはこういったところに付いてるような、ね、プッシュボタンとかも結構おしゃれな感じなので、そうそうそう、ここにあってもよじゃないかなと思うんですけれども、ここだけだとはちょっと USB ないじゃん、よくあるのが、うん、ここのシガーのところから取ったりとか、そうです、そうです、それしかないなと思ってグローブボックス開けると、なんとここに出てくると、出てくる、おお、ありがたいですね、そうです、これは、はい、なんか隠れたおしゃれ、そうです ね、はい、ここにまたちょっと私も驚きを隠せなかったという、はい、そうですね、それで言うのであれば私もですね、ハイゼットジャンボなのにこのジャンボになってる場所ここですね、ここを一切触れずに終わろうとする矢野ちゃんにびっくりしてます。あ、はい、そうですね、もうこれ当たり前ですかね、もうジャンボだからここが、うん、この隙間が、そうです、2段もあるし、ここですね、はい、ジャンボのやっぱり一番は、はい、リクライニングができる、うん、空間、はい、それを説明せずに終わろうとしてるんですね、リクライニングをしますね、はい、この
レバーを入れて、はい、そう、軽トラックだけでのこんなにゆったりできますよっていうのはもう当たり前すぎて触れないってことですね。忘れております。そうですね、車にハンドルついてますって触れませんもんね。軽トラックでリクライニングできますけれども何かといった形ですね。いいですね、ジャンボだからいろんなね、おしゃれな機能もついてたりですけれども、一番のこの乗り心地がいいと、これはいいですね。これはぜひ一度乗ってみて体感していただきたいですね。そうですね、ノーマルとハイゼットとその後ハイゼットジャンボのこの広さ、やっぱりシートが平面なペランとしたシートじゃなくて、ちゃんとクッションの、うん、そういうタイプの感じの、そうです、でも軽トラックも今やこういうのが当たり前という時代ですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、以上ジャンボエクストラの魅力6個とおまけ2個を紹介させていただきました。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録と、いいねと思ったらグッドボタンと高評価とコメント、はい、お待ちしています、はい、それではまたね。